はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、全ロストライトやっていこうと思います。全ロスしている場合じゃねえぞということでですね、皆さん、本日ね、最新アップデートが入って、いろいろね、変更点等あるんですが、一番のね、目玉は、これかもしれない。はい。このね、SASについている、16倍スコープですね。はい。ついに登場しました。この、ダークフォース 16X スコープっていうのが、本日のね、アップデートで追加されたんですが、もうこれでさ、秋山崩壊するよねっていう話、もうパンドラの箱開いちゃってます。はい。ということで、このスコープをですね、僕は開放することがまだできてないんですけど、普通にね、販売で買えるんで、あ、41万!これは買い!やったぜ!40万から、だいたい160万くらいで取引されてるんですが、今のは、マジで買い。みんなの分はありませんということでね、この、ダークホース 16X スコープを、このSASにね、ぶち込んであげて、秋山マッチング、もう遠距離でね、敵しばいてあげようと思います。はい。で、今回のね、カスタマーはこんな感じで、操作性重視っていうよりかは、射程とですね、あとは呼吸のブレを意識することによって、命中精度、射程、そして操作性をバランスよくね、考えられた構築となっています。はい、皆さんね、ぜひとも、このSASね、真似していただいて、寄ってみてください。はい、ということで、早速、秋山マッチング、マッチしていこうと思います。レッツゴー!はい、ということでね、早速マッチングしました。はい。今回のアップデートでね、16倍スコープが、追加された他にも、変更点がいろいろありまして、プレートがさ、3回使えるようになったらしい。はい、今までね、なんか1回でプレートって、なくなってたんですが、3分の3っていう表記が見えたんで、これはね、僕、今動画を撮り始めて気づいたことなんですが、いろいろとね、変わってるっぽいですね。はい。あとは投擲物の、バランスがね、調整されたり、あとはね、金策が今めちゃめちゃやりやすいということで、ね、そちらの金策方法についても、この動画の中でね、話していきましょうか。はい。もうすぐさ、説明できることなんで、もう結論から言っちゃうんですけど、鉄金策がさ、今熱すぎて、やばい。本当に。何がやばいかってさ、めっちゃさ、鉄が高く売れるようになったんですよ。なんで、鉄をね、集めてるだけで、ガチで億万長者になれる。僕もさ、アップデートが始まってから、そのね、鉄金策やったんだけど、強すぎる!さあ、ピーマロしばいて、バイバイ金と。やばくない?これ普通に。16倍スコープ、エグすぎんだろって。かわいそう。いや、マジでこのさ、16倍デカビジョンがやばすぎて、本当にさ、脳みそ狂っちゃいました。まさかあれがピーマロとは思わずでしたが、とりあえずしばけてラッキーですということでね、この高台かなり強いんじゃないかな。うん。で、そう、鉄なんですけど、今ね、めちゃめちゃ、あんなとこにもいるな。あいつもしばこうか。おらダボーキャーということで、勝ちじゃねこれも。普通にもうさ、俺、どっか行っていいか。とりあえず、終わろう、もう。とりあえずもう雑に、16倍デカビジョンでしばいたんで、もう帰りましょう。はい。ということで、君たちの装備取って帰ります。バイバイキーンということでね、なんか復讐発動されましたが、一旦無視して、取りに行こうか。いや、どうしよっかな。あっちか。わかんねえな。どこで湧いたのかわからないので、一旦ね、それは無視して、物資取りに行って終わろう。さ、鉄がさ、マジでさ、すごい高値で売れるようになったんで、本当に楽に稼げるんだよね。マジで。だからね、皆さんね、ぜひとも、この辺の武器をね、武器とかアーマーを取るっていうのが、マジで大事になってきた。本当に。これをさ、分解して、売るだけのさ、簡単なお仕事になったんですよ。分解をして、合成でさ、上位のね、やべえべべべべべ。なんで分解して上位のね、鉄をつければ、簡単に勝てるんで、マジでみんなさ、真似してほしい。はい。ほんでさ、なんか知んないけど、なんでこれあれ俺、なんで充電できてないの嘘だろあー、充電器が抜けてるシーンちょっと待ってくれー。はい、充電完了ということで、抜けてたわ、充電器が。あっぶなー。そんなしょうもないさ、死に方したくないかな。で、今回さ、マジで、武器をさ、これ持って帰るのマジでさ、重要なんで、てか、あんなとこいるな。これは16倍デカビジョンに変えて、やっちゃいますか。強すぎる強すぎるマジで。トリプルキルやばくないみんな。見たかこれが、新しく強化された16倍デカビジョンの最強の力。さあ、そしてなんか MPX ゲッチュ。なんだこれ。脳がバグっちまうぜ、マジで。これちょっと一旦捨てて。ああ、この辺も欲しいね。うまいね、うまいね。ああ、おいちおいち。うますぎるっぴ。最高です、本当に。勝ちました。さあ、一旦 MPX も装備しておきながら、おいしい、おいしい。あ、来てるかなんか来てるっぽい。気をつけましょう。やだー復讐2機が近いらしい。もう最悪。ガチかよ。どこにいんだよ。怖すぎるって。やめろってマジで。本当にやめてくれ。俺帰りたいんだ。もう帰るだけでうまうましたいんじゃ。こっちとら。もう俺にさ、ちょっかい出してくんな、誰も。いや、めっちゃ落ちてるしな、この辺。怖っ。マジでやばいんで、一旦、そうだな。今は大丈夫。16倍デカビジョンと、このね、レッドドットを組み合わせることによって、マジで異次元のね、力出すのがこのSASなんで。マジでやばいわ。脳みそとろけますね。この16倍デカビジョン、マジで。これさ、いや、ほんとセミオートスナイパーライフルっていうか、この DMR が、ガチでね、強化されすぎて、秋山ではもう完全無双ですね。もう天下取りました。はい。もうこの強化によって、確実に、もう他の武器がね、息できません。はい。もう環境にはびこるのは DMR 以外、まあもうないでしょうね。もう最強すぎる、本当に。SR もさ、まあ強化されたって言えるんだけど、まあ普通に DMR で、まあいいと思うんでね。まあ、皆さんもね、ぜひとも、こちらの DMR に、16倍デカビジョン詰め込んでやらないでください、マジで。うわ、やばい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 。こんなところにもなんかいっぱいあるし、うますぎる。さあ、ちょっとここさ、こいつちょっと一旦捨てて、いきますか。やばい、重いわ。相当重いわ、もうやだ。重すぎてちょっとマジでやな。これ捨てるか、いや、ちょっとこれ持って帰りたいな。でも今回さ、本当にこれプレートが、まあ3分の3ってなったから、こんな持ってく必要ねえな、プレート。うん。いや、まあいろいろと学びましたね。気持ちいいですね。これも持って帰ろう。武器は絶対持って帰った方がいい。なんでかっていうと、これ分解したら鉄になるんで、まあ、皆さんね、絶対持って帰りましょう。はい、ということでね、アップデート初戦、無事に帰還することができました。気持ちよすぎるっぴー。はい、本日の最終結果はこちら。バーン !200 万円死者誤入して、もうわからないということでですね、めちゃめちゃ稼ぐことができました。ありがとうございます。実はさ、ちょっと冒頭から、最後までね、まあ、皆さんに隠し通してさ、動画撮ってて、もうずっとね、鼻水が垂れ流れていました。滝のように。まあ、そのことをね、皆さんに隠し通して、まあ、動画を撮り切ることができたっていうのは、まあ、僕のね、実況者としてのレベルがまた一つ上がったのかもしれません。はい。ということでね、皆さん、まあ、16倍デカスコープ、これね、全然売ってないし、結構みんなさ、ぼったくり価格で最初売ってくるんですけど、まあ、お金をね、鉄金策で貯めて、ぜひ使ってみてください。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。